先行ゾーンザダークネス、高校エミスです。それでは DJ カスケイ Bring that beat、yeah。俺がなっちまうぜ殺人犯、絶対に外さねえぜお前らの確信は、着信が入っても絶対に飛んないぜ、セックスなんかできねえお前は童貞で後継、ここまで来たのだくたびれ儲け、どうせエントリーの1000円もお前母ちゃんのお小遣いかなんかでエントリーしたんだろクソな日、見せつけるプロパティ。確かに嘘はいないからさ、そうなんだけどさ、そう童貞が童貞にとったら面白いだろこのいつの、そうこいつは確かに有名人、このビートの上中年人、多いすぎそうコーピングして、違うんだ通り I'm going my way、本当間違えた、Yeah、 お前の方が急停止じゃん、人の値段で言ったらこいつ中年以下、適当にかわせ俺が有名になるエミシー、お前はここらで撃沈、なんだよこいつ、お前は脳がマジで神かけ、でも神かせ起こしてやるせ、いやボキャブラリーが少ないんじゃね、さっさと帰って宿題やれ、おーやべえな宿題やれ、どっちがやべえ、あーゾンさんもやべえな、いやけどさゾンさんダークネス名前が12秒だな、この野郎、いや中学生でも考えられるな、そうゾンさんダークネス一生闇の中で果ててしまえ、あーもう言いたいこと特にな、オッケー。さあ判定に入りたいと思います。先攻ゾーン・ザ・ダークネスが勝ったと思う人、後攻エミシが勝ったと思う人、さあ勝者ゾーン・ザ・ダークネス決勝進出です。先攻がコペル、後攻が式部で8小節2本勝負行います。 DJ ポルソイ Bring that beat、大阪同士先行後攻関係なく戦闘モードで見せる栄養栄養頭の栄養足りてるかどうよ、イエイ、式部って名前はどっかで聞いたことあるぜ、大阪でもっと早くて早口じゃねえな、もっとやりたいようにやってた、もっと面白いラップ聞かせてくれるか、俺からもちゃんと忠告しとくぜ、シキプにコペルが負けるわけないでしょ、そんな感じやり続けるフリースタイル、何もしてる何をしてる、そんなことすんな、プーイングお前にプーシーでさせるよりかは、言ったらブータン知らない聞けよブータン、よよよ知らない聞けよブータン、ガンガン聞いてんぜブータンも全然カンカン、そう頭の中でマンカン、そういつまで経ってもビーガール、ビーボーイ、そうなんか知らないけどビーボーイが一番先に言われるぜ、でもここで叫ぶビーガールも一番取れんなってこと、いつまで経ってもそうそう、こういう風になんかやんの風なライニーバカしてんの、OK。 さあ判定に入りたいと思います。先攻コペルが勝ったと思う人、後攻スキブが勝ったと思う人、勝者コペル、ありがとうございました。だって決勝にはコペルが進出しました。でもスキブが言ってることも確かで、 B ボーイが先に言われるけど B ガールパークも全然やっていいと思うし、むしろ男はみんなそっちに遊びに行きたいと思ってます。優勝するのはどっちでしょうか。まずはエントリーナンバー12番ゾーン・ザ・ダークネス、レペゼン東京、新恋はホーミーズ、そして対するは大阪関西から乗り込んできましたコッペパンレペゼンのコペル、この2人で真の9番目の証言をぶっかましてほしいと思います。先攻後攻を決めるじゃんけんお願いします。先攻ゾーン・ザ・ダークネス、後攻コペル、16小節2本勝負で行います。それではいきます。 DJ カズケイ証言ぶちかます。最初に行くぜ俺たち絶景立つ、やっと掴んだ絶景チャンス、地元は葛飾でお前に負けたらもうマジでそう葛飾に帰れない、かかってこいや帰れ大阪へ、お前なんかじゃ出評価出せ、かましていくぜ何かコンピューターが俺が待って虫が待ってどっけんかぞ、えいよ調子はどうだ、こんなクソガキに興味はどうだ、どうした
けど全くわかんねえ。発達さすいくぜ。えよ残りワンバースター当たってくだけだから、当たってくだけだから。えい、あんたもさ言ってることが全くわかんねえ。インフって何が言って、こっちはラップして愛を伝えて、そんな感じだ。ピンポイパーク調子はどうだ、時間がねえよ。それでも俺マイク使って時間をあなたの勝利にもらってくるわ。そんな感じさ、あんたに勝つのは楽勝でよけ。3分もいらねえ、16勝でね、あんたには無駄なよけさ。はい、バイバイ。OK。 さあ判定に入りたいと思います。先行ゾーンザダークネスが勝ったと思う人、後攻コペルが勝ったと思う人、アンダー20 MC バトル1回目の優勝者は大阪レプゼンコペル。